外人だね。手前の1本のセット。仕返しさ、仕返しちょっと今日できないかもしれないから許して、ちょっと待っててね。
ベテランの大先輩だからさ。よいしょ。ここなんかどうせさ、信号3個くらい行ったら左車線なくなるんだけど、どうせ右に行ったって左からまくられるからさ、最初から左タラタラ走って、ね、どんどん前に行ってもらえばいい。そうか、ここはあれだよね、藤枝市って言うんだよね、この辺。この辺にも現場あるからね。この辺にも現場あるけど、最近ないね。基本はあれだね、灰原郡と沼津か、そこの3つが多い。なんかさ、通勤ラッシュが思いのかハマっちゃってすげえ時間かかったからさちょっと仕返しちょろっとするけど、多分ほとんどできないからよろしく、ごめん、許して。なんかさ、モスラはいいからさ、違う、さっき言ったけどさ、ほら昨日キャントラさんが紹介してくださって、
キャントラさんとかからなんかすげえいっぱい視聴者さんが流れてきたからさ、改めてあざます。なんかさ、そうしょうもないチャンネルで多分ね、なんでこれやってなると思うのでご了承ください、ね、こっちに来るからには覚悟して見るようにね、うん、だからさ、ちょっととりあえずさ、今もうおろし始まったけど、あともうすぐ終わっちゃうからさ、だからちょっと仕返しそんなにできないけど、でもちょっと眠いからしないで寝るかもしれない、ごめん許してだからとりあえずさ、ね、よいしょ、気をつけて帰ろう。なんかさっき朝撮ったらさ、GoPro ちゃんからこう携帯にダウンロードしたら、思いのほか13分も回しだからさ、長すぎるから、だからもう今日はもうこれでおしまいね。なんかすごいね、最近気が狂ったように動画の本数多くね、やばくない？ね、だからさ、ね、とりあえずあの古い動画のコメントに、あのこの間のほら煽り運転かどうかっていう動画にいっぱいキャントラさんとこから来てたから、ね、そっちもあの追って仕返しするんで、あの心して待つように違うかじゃあね、キャントラさんもね、皆さんもね、あの今週もっつうか、もう今日木曜日かもう終わりだけどさ、ね、安全運転で参りましょう。だからさ、トロサーモン、あんま置いてたら悪くなっちゃうから先食べちゃおうかね、お腹痛くなっちゃう。あとね、冷蔵庫にね、あ、待って、あら、靴見てきた、たい焼き、ね、ファミマのたい焼き、セブンのあの白いもちもちたい焼きも美味しいんだけどさ、このファミマのたい焼きも美味しい。ジャスミン茶のストックあるしね、冷蔵庫にも入ってるからね、いっぱいあるね。だから終わり、お疲れちゃん。明日はどこか分かんないし、明日はさすがに動画出ないかもしれないけど、出るかもしれないから期待しないで待つように。じゃあ終わり、お疲れちゃん。Thank you.